こんにちは、石川かれんです。はい、本日はですね、私のホテルでのナイトルーティンをご紹介したいと思います。イエーイ。はい、早速お仕事が終わってこの日泊まるホテルに帰ってきました。私はホテルの鍵をしっかり閉める派なので、しっかりドアロックとね、下の鍵をどっちも閉めます。一人でもしっかり靴は揃えましょう。で、入ってまず荷物を置いて、私常に携帯の充電が 15% とか 20% 以下で瀕死状態なので、すぐにホテルに着いたら充電をするようにします。今ちょっとランプが危なかったですね。そして次に向かうのは洗面所で手洗いうがいをします。やっぱこの時期なのでね、まあ、この時期になる前からも結構手洗いうがいはしっかりしてたんですけど、この時期はさらに気を使って手洗いうがいをしていきましょう。水のね、出がちょっと甘かったらしくて手首の内側で上げてましたね。この蛇口に泡がつくのが本当に嫌いで、泡がつかない方法をいつも試行錯誤してやってます。片手でね、口を拭くタオルを準備してますね。私ガラガラペイの上を向いてするガラガラが苦手で、あまり上手にできないんですよね。タオル戻して、ちゃんとねマスクもその場に置かないでちゃんとゴミ箱に捨てに行きましたね。そして私はホテルに着いたらまずゴロゴロします。ゴロゴロというか、ま、服のままベッドに入るのが好きじゃないので、ソファーに座ってなんですけど、今多分TikTok の流行りの振りを覚えてますね。なんかハートのなんちゃかみたいな歌詞の、多分これはなえなのちゃんの動画を見て覚えてた気がします。苦戦してますお姉さん顔が怖いです。頑張れ。徐々に振りは入ってますね。あ、ここなんかエアコンが急について謎の音が鳴り出して気になってます。エアコンの音を聞いて部屋に空気清浄機があったことを思い出してお水を入れに行きました。加湿器と空気清浄どっちもやってくれるやつだったのでお水を入れますね。何があったかと言いますと、下から出るお水の蛇口と上から出るシャワーの蛇口を間違えて上からシャワーを出してしまいました。下の蛇口を使いたかったんですけどね。はい、ちゃんとスイッチ入れて、ホテルの人が綺麗にしてくれてると思うんですけど、一旦水で流します。お風呂の温度はだいたい42度か43度が好きなので、こうお湯の温度を微調整してます。皆さんはお風呂何度で入りますか？で、また携帯をいじり始めたかと思ったら TikTok を撮り始めます。さっき覚えた振りですね。さっき覚えた振りを撮ろうとしてます。顔作ってますね、お姉さん。さっきまで真顔だったのに頑張れ頑張れ、ちょっと振りが危ういぞ。はい、撮り終わった後のこの顔の変化にご注目です。さっきまでニコニコしてたお姉さん、真顔です結構みんなこんなもんだと思うけどな。振りを確認して、なんか私なりに OK だったみたいで撮り終わりました。で、なんかTikTok のおすすめに出てくる動画をこう一通り漁ってます。そして飲みかけのお茶ですね。私1日に 500ml のペットボトル飲みきれない人なんですよね。ダンスレッスンとかある日は全然飲むんですけど、
お風呂のお湯のチェックに行きました。まだ溜まってなかったみたいですね。いつもそのお仕事でホテル泊まるときにお風呂のお湯が溢れてしまうんじゃないかって怖くって、何回も覗きに行ってしまうんですけど、なんかお風呂のそのホテルのお風呂のお湯って溢れないようになんか吸い込んでくれるのがついてるらしくって、だから溢れないようになってるらしいんですよ。でも私は心配なので何回も見に行きます。もう疲れてますね。完全にオフモードです。3回目になります。3回目のお風呂チェックです。溜まってたみたいですね。急いでお風呂の準備をします。じゃーん、めちゃめちゃ高級感あるビジュアルなんですけど、ゴールドと白ですごく可愛いんですよね。お仕事の時にあのヘアスプレーとかのスタイリング剤をよくヘアメイクさんが使ってヘアセットしてくださるんですけど、洗う時にゴワゴワしちゃうんですね。で結構大変だったりもするんですけど、最近このシャンプーリンスを使うようになってから洗浄力が良くてちゃんと落ちるので髪もサラサラのツルツルになりました。洗い上がりも全然ベタベタしないんですよ。そこからお気に入りで使ってます。最近プロテインっていうと飲み物が多いんですけど、なんかシャンプーもプロテインの時代が来ちゃったみたいで、髪もタンパク質らしいのでね、なるほどなって感じです。そして皆さんも気になってると思うんですけど、私が今顔に貼ってるこのパック、泥パックなんですよね。なんか泥マスクなのに、あのシートになってるから自分で泥を作らなくていいし、貼るだけだから楽ちんなパックなんですよね。しかもこれ珍しくって、上下でパックが分かれていてすごく貼りやすくって、吸着力もすごい良くて、あの毛穴のケアもしてくれるし、汚れもしっかり取ってくれます。これはヘアエッセンスってやつですね。夏はもう紫外線が強めで髪もパサパサになってしまうので、ドライヤーの前にしっかりヘアエッセンスを使って髪の毛を元気にしてね。なんかこれをつけると本当タンパク質が与えられてるなって感じがします。あとめちゃめちゃいい匂いがします。なんかリゾートとかでバニラのいい香りがするとかありません？その匂いです。もう香水とかヘアコロンがいらないくらいめちゃめちゃいい匂いが長持ちします。はい、やっとドライヤーし始めました。だいたい20分くらいドライヤーしてます。このパックも20分から30分つけてるといいみたいなので、ちょうどドライヤーをしてる間にパックを貼って、ドライヤーが終わる頃にパックを外したらちょうどいい感じですね。でやっぱりヘアエッセンスをつけたので、この手触りっていうんですか、手ぐしの通る感じがすごくサラサラツルツルで本当にいい匂いなんですよ。香水が苦手な方でもシャンプーとか柔軟剤で匂い出したいって人もたまにいるじゃないですか。なのでシャンプーでこんなにいい香りがするのもいいんじゃないですかね。そして急なサザエさんスタイルになりまして、バッグを剥がしておりますこれ思わず笑ってしまうビジュアルなんですけど、泥バッグの泥がねしっかり顔に密着しまして、特にあの眉毛、毛のあるところにしっかりついてるので、ちょっと面白い顔になるんですよね。なんかもう自分の顔の形のままにこう泥がつくのでめちゃめちゃ面白いし、お友達とかね、彼氏さんとかとお泊まりする時とかに一緒にやるとめちゃめちゃウケると思います。すごいなんか白くてしっとりもちもち、仕上がりがめちゃめちゃいいです。髪もねすごいツヤツヤになって、ほんとお気に入りのシャンプー、リンス、そしてヘアエッセンスとパックですね。お気に入り尽くしの夜です。で歯磨きをしながら戻ってきてテレビをつけました。私あんまりお家にいるときは普段テレビ見ないんですけど、ホテルにいるときはやっぱり寂しいのでホテルのテレビをつけて見ることが多いですね。
この微妙な顔は何かというと、なんかあのテレビで確かあのビーフステーキの映像が流れてて、こんな時間にやるかよと思って、この日はね、なんかお仕事の現場でお弁当いただいたので、ホテルに帰ってきてからご飯は食べてないんですけど、お腹空きますよね。夜食買えばよかったなって思いました。もう眠さが限界なのでお布団に入ります。ちゃんとテレビも消して電気も消して、私あのベッドサイドの電気の明るさがめちゃめちゃこだわりあって、ちょっと明るくないとお手洗い行くとき怖いので、ちょっと明るくして寝ます。ということで、こんな感じのナイトルーティンでした。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんおやすみなさい。いい夢見てくださいね。